領の次男が税務処理をめぐり検察当局の捜査を受けていると明らかになったことについて、トランプ大統領はバー長官はなぜ選挙前に事実を明らかにしなかったのだなどと不満をあらわにしていました。トランプ大統領はツイッターに、私たちの関係は非常に良いものだった、彼は素晴らしい仕事をしたなどと書き込みましたが、選挙の結果をめぐり関係の悪化も伝えられる中、バー長官が来年の政権交代を待たず辞任するのではないかという観測も出ていました。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、thank you.